こんにちは、タケです。タケの一人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日は2015年の2月の15日の日曜日ですね。まあ前も言ったと思うんですけど、今 Hulu っていう、1000円ちょっとで要は1ヶ月見放題の、ドラマがメインのやつがあるんですけどね、配信のやつがあるんですけど、まあ、そう、結構海外ドラマが強くて、で今この間見終わったんですけど、アローっていうのがあってね、まあ多分 DVD とかも出てると思うんですけど、めっちゃくちゃおもろかったですね。まあストーリー的には親子で遭難するんですよ。で親子で遭難して、である島にで5年間要はちょっといろいろあって脱出できないんですね、あの島からね。まあそれも後でいろいろ絡んでくるんですけど、ほんで、まあ目的的にはお父さんの意思を継いで、その自分らの町を怪我した人間、まあ悪事を働いた人間を倒していくっていうストーリーなんですけど、まあ僕的には面白いのが、要はアローなんで、要は弓で戦うんですよ。まあ要はまあ現代風のロビンフットみたいな感じですかね。ロビンフットみたいな感じなんですけど、僕がちょっと気になったのは、僕今やってるパルクールっていう、まあパルクールはまあちょっとレベルが、パルクールとかフリーランニングっていうのがあるんですけど、それを結構多用してるんですよ。要は壁登ったりとか、ジャンプしたりとか飛び跳ねたりとかするっていうのを多用してるんで、それ見るだけでもね、結構僕的にはこれパルクールやと思っていつも見てるんですけど、まあ内容もほんまアクションなんで、アクションドラマなんで、やっぱ日本と違ってやっぱスケールが全然違うんで、これ結構今なんかアメリカの映画もフルでしたら、フルシーズンやったら20何話ぐらいらしいんですよ。でアローも22話やったんで、最近その要はフルでやるっていうのがやっぱりね、なかなか難しいらしいんですよ。で海外のドラマって視聴率が高かったら速攻で終わってしまうんで、それをいきなり一作目で、ワンシーズンでフルでやるっていうのは結構最近ではアメリカのあれでは珍しいらしいですね。だからまあそんだけどんだけ力入れてんねんって話ですけど、まあでも結構面白いですね。だからストーリーはその今の現代のやつと、で過去の島であった出来事を交互に見せてる形なんで、まあメインは現代なんですけどね、たまにその過去のやつを見せてるんで、過去のやつも早く教えてくれよって感じなんですけど、だから結構内容は面白かったですね。で最後もシーズンの終わりも結構派手な終わり方で終わったんで、次どない展開するのかなっていうのが楽しみなんですけど、まあ、Hulu ではね1シーズンしかやってないんで、早く出るのね楽しみなんですけどね。そしたら、以上です。竹の人朝礼ですが、昨日は忙しかったんで動画1本アップだけで続けたんで、まあ、今日はちょっと暇やと思うんで、することはリストールの改善 と、ブログを1つ作る、で動画のアップ、で動画の準備、小規模ヘアサロンの集客に関してはブログネタを考えたいと思います。ターゲットボールに関してもブログネタを考えます。以上、竹の一人朝礼でした。